FM 勝負だ。お前らさ、ソックス臭い面接って聞いたことあるか？ああ、なんでも超人気有名 YouTuber の家石田貴文さんが始めたんだけど、みんなもやりたかったら勝手にやってくれて構わないよっつことで素材を配布してくれたんだ。親切だろ？つうことでこの俺 PM 職も便乗するぜ。皆さんこんにちは、エキラクソックス臭い面接。これから私が言うシチュエーションにソックス臭いとベッチーって答えてください。7、6、5、4、3、2、1、参ります。まずは普通にソックス臭い、靴下によってソックス臭い、歯抜けのジジイでソックス臭い、しゃぶ中患者でソックス臭い、舌を出したままソックス臭い、刀で切られてソックス臭い、ゾンビになってソックス臭い、別人格でソックス臭い、痙攣したまま振り返りざまにソックス臭い、しゃくれてソックス臭い、いい波乗ってんねー、カラスに襲われソックス臭い、店員に注文ソックス臭い、尻から生まれてソックス臭い、痴漢をされてソックス臭い、お霊感様にソックス臭い、白目向いてソックス臭い、谷間に挟まれソックス臭い、転びの呪文でソックス臭い、いいもの持ってんねー、腹立つ顔してんな。はい、これがね、巷で流行ってるらしいソックス臭い面接ってやつなんだけど、まあ、みんなもさ、これもしやりたいなって思ったら、これ元動画の URL 下に貼っておくからさ、そこから見に行ってダウンロードして、やったらいいんじゃない？